国際文化論第4講義、今回のテーマはモダンアメリカ、アメリカの近代文化中心でやります。もちろん今までの講義では、大体どの国にでも同じようなパターンの見解があるんですよ。20世紀までには、産業革命を起こらない国でも、やっぱりいろいろ違うことはあるんですけど、大雑把には大体そういう、プロセスですね。じゃあちょっとレビューとしてのモダン化とかモデルニティとか、モダンであることをちょっと定義を確認しましょう。一つの特徴が、真実と思われることを疑うことです。これがもちろん科学やってる人たち、歴史書いてる人たち、文学書いてる人たち、美芸の人たちは、代々伝わってきた真実はもしかして真実ではないかという疑い心です。二つ目の特徴が、変化が常にあるのが問題ならないんです。もちろん、これが、保守派が同時にあるんです。保守派の考え方が物を変わらない方がいいということだけど、とにかく物が変わるのが、仕方ない、いつもある、常にあるが、変化だけです。という考え方。で、もう一つの特徴が、社会のあり方を疑うことです。いわゆる、社会階級の制度です。優越人間と、その下の人間と、という分け方では、モダンの考え方では、その下の人たちのやっていることも面白いです。もちろん、その人たちは、完全には、その下の人たちは、本当は上とかそこまではないんですけど、上下関係よりじゃなくて、横に並べてるような風に考えるようは、とてもモダンです。例えば、美術の時には話してたのは、ヨーロッパの画家たちが、それぞれの国のアフリカの民族の芸術品の魅力と力を魅了しましたとか、そういうことですね。で、アメリカの場合は、もちろんアメリカでは社会的に大きい問題は人種差別で、そのモダンの時代になるとは、アメリカではいろいろ制限を受けている黒人の人たちの文化には面白いものがある。という考え方です。が、とてもモダンです。で、また美芸関係のことです。モダンアートが、これもレビューですよ。モダンアートが、学科と、作者と作品と見る人の関係を、新しくしたんです。それぞれにも役割があるようになったんです。そのモダン時代までには見る人の役割は特になかったんですけど、見る人の考え、解釈が美術作品の意味を作ることですね。だから意味ができているのが作者と作品と見る人の間にあるんですよ。それから、美術関係の人たちは、新しい題材を使おう、新しい原材を使おう、新しいマテリアルを使うことが、全部 OK になります。例えば、コラージュでは、新聞の切り抜きが、絵画の一部になることで、それはとてもモダンな考え方です。あとは、主観性。とにかく、世の中は変化ばかりですから、自分の立場で見るのが、他の人の立場と違うんですから、世の理解は
丸ごとの量の理解は不可能なものですよ。だからある程度何でも主観性が入りますから、それを歓迎する考え方がモダンアートの考え方ですね。で最後にレビューとして、最低限は何ですかっていう、検索。学科が、どこまで、だけど、まあ、絵画の最低限は何ですか？キャンバスに絵の具をつける。で、それが、あくまでは、技術的なことですけど、その最低限の技術は何ですか？もし、その、キャンバスを全部白く塗ったら、それも美術作品になりますか？何が最低限？または音楽の方では、今までの音楽の考え方ではメロディーとかリズムとかそういうことが本当に必要ですか？で、いろいろ実験では、この最低限の音楽はどういう音楽になりますか？とか、最低限の絵画はどういう絵画になりますか？とか、そういうことがモダンアートの、特徴の一つですけど。では本格的には第4の講義モダンアメリカに入りましょう。アメリカ、まあ、アメリカという国はとてもユニークな歴史を持っているものです。もちろんアメリカ大陸には原住民がいました。でも、ヨーロッパの人たちに初めて会うときには、ヨーロッパの病気には、人口の、大崩壊が行って、北米特には、ほとんど人たちはいなかったですね。コロンバスがアメリカ大陸行く時の前の1割ぐらいに落ちたと思われるんですよ。だから、その土地が取りやすいんです。もちろんその人たちは、その時代の考え方では、下の人種だから、当然上の人種のヨーロッパの人たち、この場合は主にイギリスの人たちで、その人たちがこの土地を利用するから、開発するから、奪う権利はあるという考え方は普通でした。そのインディアンという人たち、原住民の人たちの所有権は認めないです。この人たちはこの土地使ってないから、暮らし方では。で、だからその始まりでは、アメリカで、原住民はいるっていうことですけど、とにかく、アメリカ人というものはもともとなかったんですよ。その原住民以外は。だからその最初に植民地になったのは17世紀の初めの方で、その人たちはアメリカ人じゃないんです。で、その意識は全くない。で、その人たちは、ね、ほとんどこれが、移動する人と共通的にあるものですけど、出稼ぎに行ったんですよ。だから、アメリカに行って、アメリカにはいろいろ可能性があるから、アメリカでお金持ちになって、母国に帰るつもりでアメリカにもともと渡る。それが、もちろん、今まで話している、産業革命の話とかで、田舎の人たちは、都会に行って出稼ぎにお金を稼いで、目的は、自分の家に戻ることですけど、で、なかなか戻らないですね。で、もちろん、ヨーロッパからアメリカに渡る移民もほとんどはもう、ヨーロッパに帰らないが普通ですけど。で、アメリカ大陸が東海岸から植民地になって、だからずっと、本当は19世紀末ぐらいまでには、どんどん進んで、フロンティアという未開拓地があるんですよ。で、その存在がアメリカの歴史に非常に大きいんですよ。そのフロンティアがある国は世界では他にもあるんですけど、ブラジルとかもありますけど、未開拓地があることですけど、
アメリカではそれがどんどん開発されて、ということで、面白い現象があるんですよ。それが、一番未開拓地の近く、またその未開拓地の中の人たちは、原住民のような暮らし方してるんです。で、その未開拓地の近くには、交換貿易が始まると、でその後は、もうちょっとした社会が出てくると、で、どんどんそのできた村とか町では産業とか、アメリカの国内には、同時に今までの人間の歴史の全部の段階が同時にあるんです。それが非常に珍しい。だからイギリス、例えばイギリスだったら、その原始的な暮らし方している人たちはいないんです。で、イギリスには、全部の土地が誰かのものになっているんです。もう政府のものもあるんですけど。だから、自由に自分の土地が行けば取れることは考えられないんです。でもアメリカにはそれがあったんですから。だからそのフロンティアの存在がアメリカの文化に大きい影響を与えるものです。まあ、二つ目は、今日はあまり話さないんだけど、アメリカ国内には、マイノリティが大きくいることも、文化的な影響が大きいんです。初めての奴隷として黒人がアメリカに生かされるのが1619年。だから植民地になって12年目で、だから黒人がいないアメリカということはないです。英語で使うアメリカって、今思うアメリカ。だからその最初からその一つの、したと思われる人種と一緒に暮らしていることが、でそれが、大きいパーセントの、まあ、いわゆる、まあ、多分 15% ぐらいは黒人ということですね。それもすごく影響を与えるものですけど。まあまあ、アメリカが独立になるのは18世紀の終わりぐらいで、ずっとアメリカが、ヨーロッパと自分を比較しないといけないような雰囲気で。だから、ヨーロッパ出身の人たちばっかりだけど、なぜか、この時間が経って、大々に新しい習慣、慣習ができて、もうヨーロッパ人じゃないんだけど、では、それで何ですかっていう問題が出てくるんですよ。で、ヨーロッパが、まあ、文化的には、教育的には、アメリカより進んでると思われてたから、その上の文化、純文学とか、純美術、そういう認められている歴史的な学校で教えられている文化の方は、ヨーロッパがモデルになっていたんです。だからその、ほとんどのその最初の方のアメリカの歴史の文学やっている人たちは、大体同じように、イギリスと同じように小説書いている、詩を書いている。イギリスには新しい展開があったら、それがアメリカに渡ってアメリカの詩人と、文学の作家が、それも、使うようになるんです。絵画家もそうです。だから、例えば印象派がヨーロッパに現れて、アメリカの印象派も、まあちょっとギャップあるんですけど、印象派はアメリカにも渡るんです。だから、その上の方に認められている、お金かかる、文化の場合は、アメリカはそんなにオリジナリティは、ないんです。大きく違うのは、その下の方は、その都会の文化と、一般の人たち、大衆文化の方は、アメリカの方は非常にダイナミックなものが現れるんですよ。そういう人たちの中に、新しいものがどんどん出て、オリジナリティのあるものです。で、もう一つは、アメリカでは、階級のことは、当然あります。もちろん、お金持ちがある、貧乏もいる。
だから、階級というものは存在しますが、ヨーロッパのようにの貴族とかそういうことはないんですから、その階級と階級の境目が、柔らかくて通りやすいものです。なんか構成的には階級制度は強くないということです。もちろん、お金持ちの子はお金持ちになる可能性は高いんだけど、またアメリカではフロンティア存在も関係あって、実力ある下の階級の人たちはお金持ちになって上の階級に入ることも十分あり得る。ヨーロッパにもそれはあるんですけど、同じようなことではないです。だから、アメリカはちょっとユニークな、大衆的な文化ができていたんです。1869年に、大陸横断、鉄道ができて、それまでにはそれぞれの地方が結構の特徴があって、それが少しずつなくなるんです。もちろん、南北戦争がそれよりちょっとだけ前では、負けた南部の方は、経済的には後進国みたいになって、開発が遅れるから南部の特徴が、地方としての特徴が長く残るんですけど、他のところでは、全国的なアメリカ人らしさが、普及されるんです。では、1890年の国勢調査で、もう国内にはフロンティアがないんです。というのは、全部は開拓されたではなく、未開拓地が、の間には道路とか鉄道とかを走っているんですから、未開拓地が大きいものではなくて、島みたいなものですね。国の中では。で、その未開拓地の、残っている未開拓地が全部政府の土地で、政府がそう簡単には人に譲ることはなくなるんですから、そのフロンティアの存在がいきなり消えたんですよ。そのフロンティアの存在がアメリカ人の意識の中には非常に大きいものでした。そこでは、自分の力では自分の成功ができる。東部では不幸せの若い人が、全部のものを売っての西部に行っての自分の牧場を作るとか、自分の 農業をするとか、自分の力では自分が成功できるのが、全部自分でできるものですから、個人主義は極端にフロンティアとの関係があるんです。で、また、社会の中での問題がある人たちが、その問題から逃げるのが政府がそういうものでしたから、そういう逃げ場としての政府も大体なくなってたんですから。その1890年の対策はいろいろあったんですけど、他にもいろいろ大きい変化が行ってた、19世紀末には。産業革命がすごく進んでいたから、で、横断鉄道などの産業の開発で、労働者が非常に足りない状況でしたから、アメリカは積極的にはヨーロッパからの移民を募集しているようになったんです。もちろんある程度は、アジアからもあったんですけど、また人種的なことでは同じようには歓迎はしなかった。で、ヨーロッパ人の中にも、まだ本当は、考えたら白人という、概念はまだできてなかったんですから、当時1880年前後のアングロサクソンの人たちは、イタリア人とかギリシャ人が白人と思わなかったでしょう。で、宗教的な差別もあったんですけど、とにかくその、ヨーロッパの各国の主に
出稼ぎのつもりで、お金があまりない人たち、下の階級の人たち、給与も少ない人たちがアメリカに渡る。大量的に。で、アメリカが、そのフロンティアがないから、また19世紀末の方には、ちょっと世界には進出するようになることですね。まあ、その、海外から来た移民たちの方は、どうやってこの人たちがアメリカに暮らせるのが大きい文化的な問題になるんです。もちろん国内には、地方の違いとあって、人種の違いも、民族のルーツとか宗教のことでは、アメリカはなかなか統一することは難しい。意識として。で、その、みんなが、どこかに家族の歴史の中には、その出稼ぎの共通点はあるんですから、それは精神的には、アメリカはどういうところですか？お金持ちになるところ？まあ、それは夢だったかもしれないんですけど、本当は、アメリカに行ったら違うものになるんです。で、それは何になったのは、まあ、未定ですけど、とにかく、イタリア人であることをやめたアメリカ人になった。イギリス人やめてアメリカ人になった。など。だから、アメリカが身分、アイデンティティが変わるところという神話が強く。アメリカ人はとにかく定義できないものですよ。とにかくヨーロッパではない、アジアではない、アフリカでもない、ラテンアメリカでもない、それが残るのがアメリカの本質になるんですね。まあ、みんなは、出稼ぎに来て帰らないんだったら、みんなは結局アメリカ人になってしまうんです。で、その新しく来た人たちが、どうやって早くアメリカ人になるのか、いろいろ手段があったんです。もちろん、教育は、義務教育では、移民の子供たちは、みんな、学校では英語を使うようになって、で、同じ学校にはいろんな民族出身、もしかしていろんな人種の人たちが一緒に学校を通うから、それぞれの移民のコミュニティの関係がすぐにはちょっと薄くなるんです。例えば、親がイタリアから直接アメリカに渡ったら、当然その親は自分の家の中ではイタリア語で喋って、もしかしてコミュニティの中にはイタリア人向きの店があるし、ただイタリアの料理を食べる。で、イタリア人向きのカトリック教会があるとか。だから、リトルイタリアというコミュニティがアメリカの都会の中に、そういう、それぞれの民族にはそういうことができるんです。しかし、そこで生まれた子供は、もちろん家の中にはイタリア語を使うんですけど、学校行くとは、イタリア語は共通語じゃないんですから、英語を使わないといけないです。で、その子たちはすぐには自分の親よりも英語上手くなるから、家族の代表にもなる。で、ある意味では、親のために、コミュニティのために通訳するようになるんです。だからその人たちが両方深く理解じゃないとダメですけど。で、もしかして、ちょっと大きくなって、その、イタリア語も、英語も、流暢に使える人たちが、結婚して、自分の子供を産むって、その時には、また、アメリカ生まれの人と結婚して、もしかして違う民族の人と結婚して、家の中の言葉は英語になって、その子供が、その家の中の共通的な文化、しか知らない。で、それが、アメリカ人になっているんですね。大体。もちろん、その2世の人たちもアメリカ人になったんだけど、完全にはアメリカ人になっているのは、その3世から。まあ、もしかして、それでも、イタリア系の人としての意識はしてる多分だけど、イタリアは直接は知らない。
知ってるのがイタリア系アメリカ文化。で、完全に、本物のイタリアの文化と違いが出てくるんですよ。地理的に。歴史的には社会的な理由で。言葉も少しずつ変わるんですから、アメリカに渡った人たちが一世代前のイタリア語をそのまま使っているという感じのもの。うん。で、学校ではアメリカの歴史を勉強して、英語を勉強して、社会を勉強して、そういうことでは、みんなそれが学校で教えられることが、一番いい、一番理想的なアメリカのイメージですから、まあ自分がそれだと思いたいようになるんですよ。確かにその時代のアメリカの教育には外国のルーツのヒーロー的な存在はあまり強調されてないんですけど、まあ自分がジョージ・ワシントンなどには重ね合わせて、アメリカ人になることですね。じゃあみんなが文字が読める、その貧困層の人たちはなんか文化が必要です。で、その典型的のは、非常に安い小説です。ダイムノベルというんですけど、ダイムは、10セント国家のことですけど、まあ、誰でも簡単に安く買えるものです。で、小説だけど、本当は、雑誌みたいな形で、安い紙で、で、表紙はカラー印刷、安くなってたカラー印刷で、このストーリーが、また、陳腐な、よくある、繰り返される話です。前の講義にもちょっとこの話したんですけど、アメリカの場合は、大体西部劇が盛ん。で、西部の開発が設定の場所で、で、そこではいろいろあるんですけど、典型的なパターンが、鉄道会社が、お百姓さんの土地が欲しい。で、悪い手段を利用して、そのお百姓さんをいじめてる。で、そこでは、ヒーローが現れて、その鉄道会社の悪い社長さんと戦って、勝つ。で、最後の方は正義が勝ちますと、下の階級の人たちの価値になります。もちろん、全く現実的とは言えないです。大体大きい強い会社が欲しいことが、もらえるんですよ。で、手段が悪い時も必ずあったんですから、そういう正義感が、みんなの希望ですよ。みんなの現実ではなく。で、そのストーリーの中にはヒーロー的な人は、純粋白人、が普通です。ブロンド、青い目で、ハンサムな人、必ず男子ですけど。で、暴力が上手に使う人です。だから西部劇だから、それは銃の使い方で、ガンファイトということが、そういう場面がよくあったものですが、その小説の中に。最後に決闘があって、ヒーローが、勝ちますがよくある、あらすじの工夫ですけど。で、そのヒーローについては、大体、もう一人が来るんですよ。で、そのもう一人が面白いことですけど、違う階級か、違う民族か、また違う人種の人。で、話し方では、訛りが強い。ヒーローの人は、認められている、学校で教えられている綺麗な英語で喋るんですけど、もしかして、一緒に回っている、まあ、アシスタントみたいな存在の人が、強い民族の訛りとか階級の訛りで話している。同じようにハンサムではないです。だから、これが、また抽象的には、アメリカの国内で、人種、民族のそれぞれの役割とかステータスが反映されていることですね。で、もしかして女の子の話も出るんですけど、
大体ヒーローが最後の方には結婚しないで、また次の町に移動するということですね。だからこのセイブの話が、すごく人気があって、でそれは移民の子供にも、誰でも、これがすごい人気があったもので、だから19世紀には、都会では、大量的には人が来てるんですから、大衆というコンセプトで、一つのすごく人気が出てきたサーカスの種類があったんですよ。で、サーカスの歴史はヨーロッパにあるんですけど、ヨーロッパの方のサーカスは、劇場でやるもので、舞台があって、お客席があって、そういうふうに分けてたんですけど、アメリカではちょっと大量的なエンターテインメントにされて、数千人が同時に楽しめるものですから、野外に移されて、野球の球場とか、競馬場とか、そんな広いスタンドがあるところでサーカスのパフォーマンスをやるんです。で、それが、で、同時には、もちろん広いですから、ああいうスペースですから、同時には、あちこちには、違うパフォーマンスが行っているんです。その西部劇のテーマで、バファロービル、ワイルドウェストショーというものがあって、で、バファロービル自身が、開拓時代の、経験の人で、とてもハンサムな、ブロンドで青い目のその理想なヒーロータイプの人が、リーダーです。で、その野外のサーカスのバフロービル・ワールド・ウェスト・ショーというものが、テーマで、大西部ですから、インディアンの村の展示しますとか、カウボーイの技、だから、ロープの使い方とか、投げ方とか、馬の乗り方とか、乗馬のトリックとか、いろいろそういうアクロバットみたいなものがあって、で、銃の使い方とか、まあ、そういうことも、いろいろパフォーマンスがあって、で、最後の方には大きいスペクタクルというドラマみたいなものですけど、これが野外でやっている球場か競馬場でやっているものですから、PA がないんですよ。まだマイクロフォンとスピーカーの、というものが、もしかして実験的には存在してるんだけど、ほとんどはまだできてないんですから、お客さんが何言われても聞こえないんですから、見せ物ですね。で、その一番人気があったのは、開拓家族、フロンティアファミリーの攻撃のドラマがあって、スペクタクルがあって。で、その最初の方には、その開拓やっている人たち、家族が未開拓地に行って、家を作って、いろいろそういう活動を皆様に見せる。もちろんこのサーカスは大衆のためのものですから、田舎ではしないんですよ。このサーカスが都会を回るんですよ。で、都会の人たちは、このダイムノベルとか、その西部についてのことを読んでるんだけど、自分の目でも見たことないんですから、このパフォーマンスがすごく面白かったんですよ。人気の小説が目の前に現れたという関係のものですね。で、その開拓やっている人たちが、まあ、農場で、牧場でやっていることをちょっとみんなに見せて、で、遠いところには、インディアンの攻撃の声が聞こえるように。で、バファロービルのワイルドウェストショーが本物のインディアンを使うんです。そのこだわりがあって、結構珍しい。だから、後では、ハリウッド映画が、西部劇を作る。時には本当のインディアンはあまり使わなかったんですよ。最初の方は。で、インディアンが攻撃している。なんで攻撃するとか、何を狙っているとか、それは説明されてなく、インディアンが自然みたいな、自然災害みたいなもので、
インディアンがこの百姓さんの、攻撃する。で、これもいろいろ、乗馬の、技の、見せる場にもなりますし、シューティングが、乗馬、馬の上から、ライフとか、撃っているとか、そういうエキサイティングな、技とかアクロバティックなことを見せて、で、どんどん、その家に近くなって、もうおしまいだ、お百姓さんと家族がみんな殺されるんじゃないかっていう、クライマックスのところで、遠いところで、アメリカの軍隊の、ラッパーが聞こえる。で、軍隊の服装で、入ってきて、インディアンと戦って、インディアンを追い出して、家族が救われて、ドラマの終わりです。これすごい単純なものですけど、すごい人気があったんですよ。で、いろいろ、解釈できるんですけど、これは抽象的にはなんでそれほど響いてたのは、何か自分が重ね合わすことはないんですかということで、やっぱりモダンになって1890年代では家庭というものがいろんなモダニゼーション、モダン化の、流れで攻撃されているように思われてたんじゃないですか。だからずっとそれまでにはお父さんがリーダーで、もう何でも、お父さんが言うことがもう決まりみたいなことで、この時代から女性が少しずつ、自由がもらって、少しずつ教養があっての子供の数が急に一家庭あたりの子供の数が急に減るんです。で、それが多分女性が性教育の、結果で、避妊とかで、自分で計画的には家族の形を作っているんですね。女性が決められることになるんですね。または、その家庭のために、物を買いに行くとか、それが女性の仕事になるんですから、社会の中には、その消費者としての女性が、すごく大事にされるようになった。だから男子が攻撃されているように受けてたんじゃないかっていうことで。だからこの、伝統的な家庭が攻撃されているっていうことで、男性がもう古い、パターンに戻ることがすごい心の中には安心する、という雰囲気なエンターテインメントだと思われるんですよ。で、もう一つの、それと直接関係ある、アトラクションが、バッファロー・ビルのワイルド・ウェスト・ショーの中には、アニー・オークレイという、人で、ライフルの他社。もうおそらく、世界一だったと思うんです。トリックシューティングとかいろいろやったんですけど、アニオクリーも、みんな、ウィキとかで調べた方がいいんですけど、ライフルにこだわって、いろいろトリックができたんですよ。で、それはフェイクじゃないかと思われてたんですけど、兄は小さい女性では、何回もフェイクじゃないのを証明しました。で、これも問題ですね。だから、銃を使うのが伝統的には女の役割じゃなくて男子の仕事ですから、世界一の、打撃の他者が女性であることは、また同じようにの男性の優越な立場が疑われてきたっていうものですけど、バッファロー・ビルとかそのショーを作っている人たちがそれを意識して、アニー・オークレイの、本当の、ご主人が、その MC 的なことをしたんですよ。だから彼がそのパフォーマンスを運営しているように、
はい、これをやってください。で、兄がそれをやって、その次には、はい、ありがとう、兄。次はこれをやってください。だから、男子が、その女性の力を支配しているように見せるんです。とても面白いですけど。だから、モダンの女性がある意味では怖いんです。当時の、男子には難しいんですね。で、その、大衆的なエンターテインメントは、もちろん大衆ということが新しい概念ですけど、どんどんその大衆のためにいろいろ出てくるんですよ。例えばニューヨークではヒッポドロームという、ヒッポドロームの意味は競馬場、ラテン語で競馬場ですけど、ヒッポドロームは巨大な劇場だった。多分客席は5000人ぐらいの劇場です。これは1900年前後に作られたニューヨークで、5000人の席のある劇場で、例えば、多分、大阪城ホールは1万2000。だから、その半分弱ぐらいのもので、結構大きいんですね。室内で。で、それが、また、PA がないんですよ。マイクとスピーカーというものが、まだ使われてないんですから、そこでできるエンターテインメントが、制限があるんですよ。だから普通のドラマでは二人が話しているのが多分一番上の席までには声が届かないでしょう。で、それが届くのは、オペラの風の発声で歌っていることです。それがすごく大きい。だからアメリカの、その大衆のためのエンターテインメントではミュージカルという新しいものが現れるんですよ。その大衆的なものです。もちろん、普通の劇場にもやってたんだけど、その大きい劇場では、ミュージカルでしかできないことだから、また違う。で、バッファロービル、ワイルドウェストの話してた時には、球場とか競馬場とか、スポーツが、もちろん、大衆エンターテインメントになるんです。で、1869年にシンシナティのオハイオ州の中西部ですけど、野球の歴史が、いろいろわからないことがあるんですけど、とにかく19世紀の初めからはニューヨークで野球っぽい遊びが、記録されているんですから、野球が人気のスポーツではあったんですけど、で、南北戦争中には、兵隊たちのレクリエーションとして野球が使われてたんですよ。で、それはもちろんニューヨークは北部ですから、南部ではまだ野球なかったんだけど、南部の捕虜にも、教えられたんです。刑務所の中では、レクリエーションとして野球やってたんだから、その戦争が終わるときには、全国には野球が、人気が爆発的に出てくるんですよ。で、1869年にシンシナティでは、全員プロのチームを組む計画があった。っていうのは、それまでには競争があって、プロの選手はいたんですけど、一つのチームは全員プロでは1869年が初めて。で、そのシンシナティ・レッズが、その年には、相手募集して、周りの都会とか、ツアーには東部東海岸まで行って、チャレンジャー募集では誰とでも相手します。リーグはできてないんですよ、その時には。で、レイズは圧倒的には強くて、そのシーズンでは60試合で60勝、全勝しました。で、これが、もちろん、マスメディアが、増えてる新聞の中には、すごい話題になったから、みんなは、レイズ見たいという、ことになって、これを見て、他の町の、人たちが、
うちにもプロ野球が欲しいから、リーグができるのがその後ちょっとだけです。1871ぐらいで。で、それがプロスポーツのアメリカの始まり。それの競馬もありました。で、第2位の、人気のある、スポーツはボクシングでした。で、ボクシングも時々は大きいチャンピオン戦とかは野外の球場とかでリングを作ってやるんですけど、普通はそれは室内のスポーツでは。両方は、まあ、今もスポーツは、まあ、主に男子に人気があるんですけど、やっぱり、男子だけだったら、チケットの売り上げは、可能性は人口の半分だけですから、女性も行くようにしたいんですよね。経営している人たち。だから、スポーツがファミリーエンターテインメントとしての売り方が強調されるようになるんです。でいろいろあった。だからその、球場ではギャンブルが禁止されるとか、前も話したと思うんですけど、ウイスキーの売り上げ、ウイスキーのセールスが禁止されてた。ビールはあったんですけど、ビールはなんか、ウイスキーより健全なイメージです。で、それには、ホットドッグとか、ポップコーンとか、いろいろ、そういうものも楽しめる、試合だけじゃなくて、イベントとして、ピクニックとしてのスポーツみたいなことです。で、それで、まあ、子供も、女の人たちも、スポーツ楽しめるように、されてたんですよ。前の講義では、ミュージックホールとか、そのボードビルバラエティの話はしたんですから、それは、今はあまり、繰り返さなくていいと思いますけど、映画が始まるのが、フランスで映画始まるのは1895年、初めての上映会。で、すぐには、その迫力がみんな分かったから、アメリカも、あとわずかの時間で、アメリカでは、エディソンが映画作っているんですよ。で、最初の方は、何か動くだけが十分魅力的には、不思議な、技術で、見たことないもので、なんか遠いところの風景が見えるとか、そういうことだけで、短いカメラを置いといて、回すだけで、その映像が映画のエンターテインメントになったんです。それが、ミュージックホールの一部として上映されてた。だから、ドラマがあって、歌があって、踊りがあって、映画があって、動物の芸があって、マジックがあってとか、そういうローテーションの中には映画がスムーズに入りました。でも、かなり早く、それが足りなくなるから、ストーリー映画が結構早くから現れるんです。19世紀の中でもストーリーのものが出てくるんですから。で、その、最初の一つは、また、下では、名前を書きますから、自分で YouTube でも見たらいいと思いますけど、アメリカがスペインと戦争しましたよ、1890年代に。で、それは、特には、戦争が必要なことではなく、またそれが、国民の統一させる、愛国心の売るための戦争は、加減ではないと思うんですけど。スペインが特にアメリカに直接悪いことしてないんですけど、スペインがあちこち若干まだ植民地が持ってたんですよ。でその一つはキューバ、もう一つはフィリピン。で、アメリカの新聞がキューバでスペインがひどい独立運動を抑えようとしている手段使っているから、それに対して、キューバ人の解放のためにスペインを追い出したいという戦争になってしまう。でもちろんフィリピンでも独立運動があって、そのフィリピン人の解放
も考えてた。あ、で、戦争になって、で、その戦争関係、その戦争についても調べた方がいいんですよ。米西戦争と言うんですけど、スパニッシュ・アメリカン・ウォーというものですね。そういう、その戦争の、関する映画がすごく人気があったんですよ。で、それは、キューバの現地では、その戦争は短くて、陸戦が一つの戦だけで終わった。で、海では海戦が二つ、三つぐらいはあって、それで全部終わるんですよ。スペインが弱ってた時代ではアメリカがどんどん強くなってたから、相手にならないぐらいで。で、その戦争のつもりの映像は本当はニューヨークの郊外で撮影された。だから映画のストーリー映画になるときには最初から SFX 特撮があったんですよね。大体アメリカでは映画を見せるのが、活弁、弁士、映画を説明する、生のパフォーマーはいなかったんですから、きっと、わかりにくかったと思いますけど、まあ当時のことをわかってたら、もしかして、ついていけるだろう。ちょっと頑張ってみてください。で、また1903年には西部劇が始まるんです。大列車強盗、Great Train Robbery、大列車強盗、が1903年の映画、10分ぐらいの長さのもので、ストーリーがあって、すごい人気があったから、まあ、やっぱりみんながストーリーのある映画が欲しいということで、で、1905年から初めての映画しか見せない劇場ができるんです。だから映画が初めて上映されてたのはたった10年前で、もう映画しか見せないことが商売になるのは早い展開です。まあその説明がないと今の映画の工夫がまだ開発されてないんですから、その映画のストーリーの流れを理解するだけでは、現代美術みたいにのアクティブな聴衆が必要。見ながら、これは何？これは前の場面と何の関係があるとか、そういうふうに考えながら見る必要があったんですよ。だから、モダン文化が、そのレベルまでも十分見えるんですよ。で、これも、最後、この間の、講義でちょっとだけ話してたんですけど、コミックスが始まるんです。で、もちろん、歴史的には、もう、多分、ある意味での、エジプトの、壁画も、漫画の種類かもしれないんですけど、で、風刺画とか、そういうことが、歴史が長いんですけど、同じ、映画とほぼ同じ時に始まるアメリカでのコミックスが、こと違うものですね。それまでの風刺画と違って、これはギャグもので始まるんですけど、すぐにはそこにストーリー性が入る。で、それが、新聞にはもう何回も言ってるんですけど、カラー印刷が安くなったから、新聞会社が日曜日版を出してるんだけど、なかなか売れないから、なんか工夫ないかと考えて、カラー印刷のコミックスの折り込みを入れたら、みんなは、おうちの子供の人たちのためにとか、もちろん自分のためにでも、もう一つの、日曜日版だけの新聞の買う理由を作る。で、そこでは、イエローキッドという、漫画が始まるんです。すごい人気が出てて。イエローキッドは、漫画の工夫も、細かくとか吹き出しを使うとか、まだできてなかった時代ですけど、だから同じようにのちょっと考えながら見ないと何があるのはわかりにくいんですけど、イエローキッドはスラム街の、に住んでるものです。だから周りには移民たちとか、他の、人種の人たちとか、
で、それぞれのステレオタイプを十分出てたんですよ。だから、その、コメディと同じように、その役割は、その、アメリカ人ではない部分が笑われるものというふうに出していたんですね。それで新聞読んでる人たちは、自分が、正しくアメリカ人らしく考えたり振る舞いしてるとか、そういうことがあるんですね。音楽では、19世紀ずっと、同じような音楽が続けてたんです。もちろんクラシックとかいろんなレベル、階級があるんですけど、フォスターが有名です。スティーブン・フォスターがアメリカの有名な曲がいっぱい19世紀に書いてて、でフォスターのものは新曲でも昔の黄金時代の、テーマのものが多いんですけど、どんどんその黄金時代の上場し、設定のものより、都会の競争社会になっていくと、もっとふさわしい音楽が必要になりました。で、それ現れるのがシンコペーションがいっぱい入っているラグタイムという音楽。これが、驚くものが、楽しくするんですよ。フォスターのメロディーはすごい定期的なリズムと、予想しやすい、メロディーの展開使うんですけど、ラグタイムの方が思わない方向に行くこととか、いきなり違うことをするとか、その驚くことが面白くなってたんですよ。で、スコット・ジョプリンという、ラグタイムの、音楽家、ピアニストでも、楽譜も書いてた、楽譜も打ってた人で、スコット・ジョプリンが、黒人ではアメリカでは初めて認められる、音楽の作家になるんですよ。で、それで、もちろん、ラグタイムやっているのは黒人ばかりではないんですけど、一番有名になったのはスコット・ジョプリンだから、ラグタイムがちょっと黒人の音楽のイメージがあったんですよ。それが、面白い現象を起こして、もちろん黒人に対する差別が非常に厳しい時代。相変わらず、非常に厳しい時代だけど、黒人がこんなに面白く音楽やってるから、もしかしてその黒人が私たちが持ってないものを持ってるんじゃないかっていう、ことが現れるんですね。だから少しずつ、これも19世紀末になるんですけど、20世紀に入ると、黒人文化の大衆文化への与える影響が非常に大きくなります。また、スコット・ジョプリンでも検索したらいろいろわかるんですけど。まあ、19世紀末まで行くと、アメリカと世界の関係が大きく変わってたんですよ。その、米西戦争の方で、アメリカが、植民地を持つようになるんです。キューバが、すぐには、キューバの独立運動をやってたのは、アメリカ人が認める、スペイン系の白人ですから、キューバ独立は1911年には決まったんですけど、そうじゃないところが、アメリカの植民地になるんですよ。プエルトリコの一つのカリブ海の島とフィリピン。で、アメリカ人の、また人種差別の関係あるんですけど、そのフィリピン人が同じように独立運動してきた人たちだけど、アメリカ人の判断ではこの人たちは独立の準備はできてないから独立与えない。判断で、フィリピンがアメリカの植民地になった。で、そのままで、独立運動が続けて、アメリカとフィリピンの戦争があるんです。で、スペイン人が、独立運動を抑えるに
使ってたひどい手段が、戦争の、理由になったぐらいで、この人たちはこのひどいスペインから守る必要があるんだけど、すぐにアメリカは同じようなひどい手段使うようになるから、アメリカの偽善が表に出るんです。で、いろいろ、もちろんこれが問題になるんですよ。アメリカが植民地で始まったもので独立になって、植民地主義反対のことが歴史的にはアメリカの普通のスタンスでした。だからいきなり19世紀末には植民地を持つのが大きい問題になるんですよ。国の中では。まあ、アメリカ人が1900年前後には自分の国がかなり強くなっているのが自信があったんですけど、ヨーロッパの立場からアメリカはまだまだできていない未熟な国家っていう扱いがあったから、外交的には。だから、そういう、まあ、デュアリティの問題はあったんですけど、アメリカ人が10世紀に入るとちょっと変わりますね。で、まあ、今日はいろいろ触れたんですけど、また下の方に概要を書きますと、その中に出るものを自分でのウィキとか YouTube とか調べたら、面白いことはあると思います。もし教室でこれがやってたら、この1時間の講義は90分かかる。その理由が映像を見せたり音楽を聴いたりすることができるんですけど、今回はそれがみんな勝手に調べないといけないです。次回のテーマがモダンジャパンというテーマでは日本の近代化、日本文化の近代化について話します。で、それが、その後は、それ5回目になりますと、5回目の終わりには、中間試験あります。でその中間試験は、ウェブクラスのところで問題を配りますけど、答えは電子ではなく、紙で自分の答えを書いて、天理大学の教務部に郵送で、自分の書いたものをちゃんと名前もつけて、整理番号も、学生番号も書いて提出する。後で、もしかして、ま、やり方は見るんですけど、開始はしたいんですけど、とにかく成績は案内しますから、とにかくそれは、紙に書くのが大事ですね。だから携帯で、スマホで書いているものがみんな短くしか書かないんですから、紙で書いて、字数も指定しますから、よろしくお願いします。またそのことは、イメールで案内しますから。ありがとう。よろしくお願いします。